日本とカメルーンの関係では、日本とカメルーンの関係について外説する。1960年1月、カメルーンは、独立すると日本はすぐさま同国を国家承認し、外交関係が樹立した。1988年、カメルーンは、中日カメルーン大使館を東京に開設し、遅れて1991年には日本も、首都やウンデに中カメルーン日本大使館を開設した。 なお、中カメルーン日本大使館については、中央アフリカとチャドにおける日本大使館を喧嘩している。洋人往来としては1973年に、当時カメルーン大統領であったアマドゥアヒジョが、非公式に来日したことが初めてであった。2006年には、ボールビア大統領が公式実務訪問品格として、来日し当時総理大臣であった小泉純一郎と、 首脳会談を開催、日本はアフリカとの一層の関係強化を申し出たのに対して、カメルーンは ODA への感謝と日本の常任理事国参入への支持を表明した。貿易面では、カメルーンにとって日本はフランスとドイツに次ぐ第3位の貿易相手国である。金額としては、2019年の対日輸出が22.7億円に対し、 対日輸入が36億円とカメルーンの大幅な赤字となっている。主要品目は輸出品が木材、ココアの原材料となるカカオで約9割を超え、わずかながら石油も産出することからエネルギー面でもつながりがある。一方、対日輸入の主要品目は、機械類、輸送機器、繊維、医薬品、ゴム製品、自動車など多岐にわたっている。 教育面でも交流があり、カメルーンでは開発援助の一環として、日本による小学校のモデル校建設が1997年以来行われているが、現地では日本の学校と呼ばれる。その他開発援助の一環としては、インフラ投資や食料支援が行われており、日本はフランス、ドイツ、米国に次ぐ第4位の開発援助国である。 2005年1月17日には技術協力協定が締結され、科学技術分野での支援も模索されている。また、内戦や情勢不安などで中央アフリカやチャドに大使館を設置していないこともあり、直接の支援が困難で両国支援の起点ともなっている。スポーツでは最も緊密な交流があり、カメルーンはサッカー競合国として知られていることから、 ワールドカップ出場の常連で2010年南アフリカワールドカップでは直接対決している。その他、日韓共催サッカー W 杯の同国代表キャンプ地であった大分県中津江村は2003年大統領出身地であった目嫁さらしと友好親善協定締結した。中国津村はその後もカメルーンがワールドカップに出場する旅、村を挙げての応援をしている。 2017年8月には、だいぶ、カメルーン共和国有好協会が発足した。カメルーン人選手としては、パトリック・エム・ボマガガンバ大阪や、東京・ベルディ、ビッセル・神戸に所属して活躍したほか、2022フィ f ファワールドカップを日本で開催するための招致アンバサダーに就任した。ありがとうございます。